3分戦3対2対2です。正攻法が1番車の児玉虎之助、このレース人気の中心、動いていったのが斉藤和重、後ろからの上昇。3分戦さあ残り2周、児玉虎之助がここはどうでしょうか。7番の斉藤がここは抑えましたが、6番の坂木枝を阻むような感じ。1番の児玉虎之助、3番手に車を下げました。一方もう1人の3番の児玉雄一はちょっと内に行くような感じ。4番の中澤と絡んでいって、ここは児玉雄一は内を攻めてまいりますか。3番手の内、さあ1番車の児玉虎之助を救ってまいりまして、3番の児玉雄一が中段に入っています。ただすかさず後方から児玉虎之助、中部近畿勢巻き返していく。奥谷ちょっと口が開いた。短期での仕掛けは1番の児玉虎之助だ。そしてこれを追いかけていくのが3番の児玉雄一です。児玉雄一の後ろも連携が乱れて、5番の奥谷が再度後ろから追い上げてまいりまして、2番手争い浮上してまいりますでしょうか。ただ2番手譲りません。3番の児玉雄一、逃げる1番の児玉虎之助、今度は内を救う。5番の奥谷、奥谷が内を救ってまいりまして、4コーナーは回ってくる。先頭は児玉虎之助、児玉虎之助先頭で五輪、2着は3番の児玉雄一か。